救難訓練中の US-2 救難飛行艇。救難飛行隊は、海上自衛隊の航空救難部隊の俗称。以前は正式な部隊名として存在したものの、度重なる部隊改編により、現在正式には他の飛行隊と同じようなナンバー飛行隊となっており、慣習的に以前の故障が用いられているものである。 US-2 救難飛行艇 UH-60J 回転翼救難機第71航空隊の隊員海上自衛隊救難飛行隊は航空自衛隊航空救難団救難隊と同様24時間待機状態にある外洋での海岸救助に重点を置き海岸救助最後の取り出とも呼ばれる航空自衛隊の航空救難団救難隊と異なり 固定翼捜索機 U-125A を配備していないが、共同での捜索、救難活動を行っている。各飛行隊には、US-2 救難飛行艇、UH-60J 回転翼救難機が配備されている。救難飛行艇では、機外に進出して遭難者や、傷病者を救助する、機上救助員と、これらの要救助者を機内に収容してからの救護を、 担当する、機上救護員が登場している。機上救助員は潜水員、機上救護員は衛生員である。一方、登場可能人数に余裕がない、UH-60J では、機上救護員がアーズの資格を取得して兼務している。第31航空軍令下、岩国航空基地所在、US-2 を運用する、厚木航空基地にも1機を分破して、 救難待機についている。コールサイン、エヴァリー、レスキューシーガル第21航空軍令下部隊、UH-60J 回転翼救難機を運用する。UH-60J の機種別コールサイン、レスキューラークを使用することがある。第22航空軍令下部隊、UH-60J 回転翼救難機を運用する。 UH-60J の機種別コールサイン、レスキューラークを使用することがある。航空救難では、1960年12月24日付、航空救難に関する訓令により、航空自衛隊と海上自衛隊に、日本の領域での航空救難区域が、航空自衛隊と海上自衛隊が、担当区域を重複しないように区域がに割り当てられ、区域指揮官に、 航空自衛隊は各航空方面隊司令官が、海上自衛隊は各航空軍司令が当てられ、航空救難に対して円滑な共同、協力体制が組まれていたが、2017年3月、26中規模に基づき海上自衛隊及び航空、自衛隊が担う陸上配備の航空救難機能が、航空自衛隊への一元化されたことに伴い、海上自衛隊が管轄する、 救難区域が廃止された。2017年3月31日以後は、救区域となっていた救難区域が4区域に改定され、区域指揮官は航空方面隊司令官が、専任人部隊には、伊大島航空文献隊及び航空自衛隊の救難隊が当てられている。救難飛行隊は、主に外洋や離島などの救艦輸送の出動が多い。 2017年3月までの海上自衛隊の区域指揮官と担当区域、ありがとうございます。